パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルでございます。ということで、今回は J リーグ、えー、振り返りですね。やります。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことで、まあ、大した話はしません。まあ、主にこうね、試合結果の振り返りとか、えー、順位表の確認等をやっていきますんで、まあ、深い話はね、えー、全くするつもりもないし、できない人間でありますけれども、まあ、振り返り程度ですけどもね。えー、よかったらよろしくお願いいたします。というところで、まあ、春のチンジまあ、開幕ね、2連勝したクラブが、 えー、ないというところで、良くて一生一億っていうね。まあ、2005年以来ですね。 えー、開幕戦、連勝したクラブがないという J1 リーグには、えー、なっております。やっぱこう力の差がないね、えー、均衡したリーグであるというところのある意味証明ですし、本当どこがあってもおかしくない、まあ、昨年あんだけ苦しんだ、ね、柏レイソルが、えー、数ヶ月後にはね、そこから数ヶ月後にはね、えー、昨年の王者、ピッセル神戸に勝つみたいなね、いやー、なかなかね、J リーグってね、やっぱり面白いなんいう感じも、えー、しますけど、さあ、じゃあ振り返りですね、やります。よろしくおね 願い,いたしますというところでも出してますけども、えー、グランパスゼロ退治、町田0対1ゼルビアが勝利という結果で終わっておりますグランパス勝てないですね、えー、連敗2試合連続で無得点というなかなかに厳しい現実かなと。 いうのはちょっとね感じます、まあ、まず、ゼルビアさん、本当、初勝利、えー、おめでとうございますというとこですね。本当、ね、J2 でこういうやり方で勝ってきたらというクラブが、まあ、そのまま、ね、J1 で、えー、同じようなことをやって、それを J1 仕様にブラッシュアップして通じてる感じがするんで、まあ、特別、ね、こうゼルビアのスタイルがガラッと変わったとかでは、ねえー、なくて、ただ、ね、これまで積み上げてきたものを、J2、え、で、ー、通じたものを J1 仕様に上げてきました。 だから正直ね、ねあの先制点の藤尾選手のゴールの場面もそうですけど本当にロングスローっていうのは1つセットプレーには。 えー、なってます。もうこれも J2 時代からもね、そうですし、で、なんだろうな、やっぱロングスローってどうも皆さん好き嫌いがあるようで、いや、そんなもんサッカーじゃねとかなんかね、声があって、まあ、これはいろんな人の考え方があっていいと思うんですけれども、まあ別にね、ロングスローは禁じられてるものでもないしね、まあ、ある意味サッカーで唯一手を使ってプレイしていい場面ですよね、これね。ゴールキーパー以外のフィールドプレイヤーが唯一手を使っていいのは、これ、スローインだけというと なんで、まあ、唯一手を使える場面で最大限の効果を発揮するには、じゃあもう中に入れちゃうっちゅうね。まあ本当分かりやすいところとは思います。まあこれ本当好き嫌いですよね。いいか悪いか、いいことか悪いことかで言うと別に悪いことはねやっていないんで、いいか悪いか、まあ正直ルールの範囲内でやってることっていうのは僕は全然それはね問題ないと思いますし、いいか悪いかより好きか嫌いかってところで、えー、の話が多いのかなっていうところで、まあうん、いいか。 悪いかは別として、ね、好きじゃないみたいな、まあ、それはやっぱ個人個人思うところがあってもいいと思うんですけども、ただ僕の中でやっぱりね、スローインってサッカーにおける唯一手を使っていいフィールドプレイヤーのプレイにはなりますんで、そこでまあこれで点取ってますんでね、まあ、それは最大限サッカーのある意味、まあ盲点でもないけどね、盲点でもないけども、例えばそこをしっかり生かしてやってるんで、僕はね、嫌いでもないし、むしろね、勝てばそれでいいのかなっていう感じも。 えー、しますけどもね、中、まあこれも好き嫌いなんで僕は別にね、好きでも嫌いでも何でもなくてね、それで勝てばね、それやっぱチームとしてしっかり落とし込んでいて、まあ、うん、すげえっていうところには、えー、なってきますけどもね、これは個人の感想なんで、いや、僕はね、えー、ロングスロー反対です、嫌いですっていう声を僕は否定するつもりは、えー、全くはないですけどもね、まあ実際点取って勝ったよね、というとこだと,と。 グランパスに関しては、まあ、ポジションが確か56%ぐらいでしたよね。まあ、ゼルビアがね、ボール持ちませんってうチームですしで、で、僕のプレビュー動画では、まあ、グランパスはボール持ちたいだろう。今シーズンに限ってボールをえ持っていきたいだろうし、ゼルビアさんはボールいりませんってうチームなんで、ある意味お互いの良さが出るんじゃないかっていうところで、グランパスは56%。まあ、保持っていうところでは大前提はクリアすることができたんですけども、じゃあ最後どうやって攻め込むとか、最後、 どうやってねシュートで終わるのかっていうところで相当手こずった感じがします。まあゼルビオンシーンも硬かったですしね、ただまあそんな中では増井選手中、えー、希望、まあ鹿島戦ではキレキレでしたけどね、この試合もやっぱ増井選手がボールを持つとスタジアムを味方につけることができますね。これでも各クラブ何人かいると思うんですけど、この選手がボールを,がボールを持てば、えー、何か大きいんじゃないか。今でいうと、トスでいうとね、例えばマルセロヒアンとか、横山選手とかもこうスタジアムを味方につけることができる選手。 レッツ中島選手とかをそういう選手に、えー、なりつつあるのかなという感じがしますけどもグランパスで言うとだからマテウ選手が過去はそうだったようにボールこの選手が持つとなんか大きいんじゃないかみたいなまあ、スタジアムが選手を乗せるみたいな雰囲気を多分マスイス選手作ることがね、えー、できると思いますのでちょっとねまた注目してみていこうと思ってますけどさあ、まあ、何しうですけどもね、えー、ゼルベアさん、えー、初勝利おめでとうございますというとこですねでこちら ええと、どの試合でしょうかね。えー、っと、そう、エシード広島ですね。エシードギフロシドローっていうとこでした。あんだけね、裏を手こずらした広島にはなりますが、それでも連勝できるのかっていうのが最初のね、え印象には。 なってきます。ただ、まあ、広島からしたら、ま、前半で決めきるところはあったかなっていうのはあって、まあ、やっぱり加藤選手も何回か惜しいシー心もあって、まあ、結果は PK による1点ですよね。大橋選手の PK による1点っていうのはちょっと寂しさ感じるね、90分間の結果内容だったんじゃないかなとちょっと感じました。で、だからまあ、ただ広島やっぱね、チャンスの質は相当高いですよね。こう、なんとなくチャンスになってとか、なんとなくこうね、えー、ねたまたま、たまたまっていう誰か、 えー、じゃなくて、しっかりこう再現性を持って攻め切っているんで、まあ、これやっぱチャンスの作り方っていうのは昨年よりもなんかレベルが、えー、上がってる気がするんで、決まるか決まらんかまた、えー、置いておいて、えー、でもこのチャンスの作り方とか質っていうところは相当高いなっていうのは、えー、改めて感じたゲームにはなります。で、 まあだからこそですよね。FC 東京からしたら、しっかり守ってね、いい雰囲気、守備からリズムを作るっていうのは、えー、できていました。まあもちろんちょっと守備のところでね、もうちょっと抑えることが、えー、シュートの前で抑えることができなかったんかいなっていうのはありますが、ただしっかりゴールキーパー、旗の選手を中心に守ることが、えー、できたんで、いい流れでね、守備、まあしっかり守備がリズムを作ることが、えー、できてた、た FC 東京、この試合のポジション率で言うと、多分40何だから、多分広島の方がポジションはね、上回って、 いてで多分監督クラモスキー監督のサッカーって前回もそうですけどねもっとポゼッション率上げていってなんぼみたいなところかなって、まあ、山形時代とかねこのクラモスキー監督が、まあ、コーチとか指揮していたクラブの特徴からいうともっとポゼッション率を上げていかないと本当は監督の焼いてサッカーでできないんじゃないかっていうのはちょっと。 いい感じるところがあって、まあ、それはもちろん相手があることなんでね、そこでどういうふうにやってるかというのは、監督の、まあ、えアドリブじゃないけども、その試合に応じたね、 対応のとところになってくると思うんですけどもただ、あまりにもちょっとポゼッションがね2試合連続で上がってこないんで、どうなんだろう。なんかね、なんかそこら辺でアルベル監督と似てんのかって、もっとアルベル監督も本当はボールを握ってやりたかったと思うんだけれども、結局、ねボール持ったらうまくいかんし、まあ SC 東京っていうクラブの DNA みたいなものなのかもしれません。まあ堅守速攻っていう、そういう DNA のところもあるかもしれませんけど、も結局、アルベル監督も保持よりも非保持の方がなんか勝率上がるみたいな。 アダユート殴るみたいなところもね、うんあって、そっちにやっぱアルベル監督もなんか引っ張られてる感じが、なんとなくね、えー、するんですけども、どうなんだろうな、あ,っぱあ,あんまり僕らが、てか僕が思ってる以上にアルベル監督じゃない、クラウモスキー監督は今、ポゼッションにこだわりはないのか、ないわけがないと。 思うんですけどもねまあ、だからちょっとそこがね今後どういうふうな変化たるか、まあ、ポジションにしては何しろ数字なんでね、数字なんで勝ちはいい低くでも高かろうが勝ちはいいんでしょうけども、うん、なんかねその辺がちょっと気になった感じのはあります。でも荒木選手も2試合連続ゴール決めて、まあ荒木は2 0 3発ですかね、復活の、えー、兆しがだいぶ見えてきますね。で、大橋選手も2試合連続ゴールなんで、まあ両者新戦力補強した選手の得点というのはですけども、まあ今後、乗ってね。 て乗っ可能性もあります今以上に乗って,いく,乗っていく可能性もありますので、まあ、新戦力ってところ、まあ特に広島、昨年はこのフォワード陣にまあゴールがなかなか生まれなかったんで、まあ、PK と言うといえば点取トレバー、ストライカーが乗ってくる。これ、誰かが言ってましたけれど、もねあのー、pk なんこうチームによっては PK はフォワードは蹴らないチームがあって、やっぱ裏列で言うとショルツが PK 蹴るみたいな。 ところがあるんですけどもやっぱりストライカーに PK は蹴らした方がいいっていうのがあって、これ、福田さんか誰かが言って、福田さんから誰か言ったんだけどもね、やっぱりストライカー、今後、長い目で見たときに、やっぱり PK でも何でも点取らせれば、次の試合も乗ってくるねっいう話はねしていたんでね、まあ、そういう意味では大橋選手のゴールというのは、また今後、ねさラの数字が伸びてくるきっかけに、まあ、PK と家となるんじゃないかというところにはでってきますけどもね。でこちら ガンバ、新潟、1-0、ガンバ、えー、といつ以来昨年8月か8月以来の勝利というところで、そんな勝ってなかったなガンバっていう感じが、えー、しますけども、ただ、やっぱりね、山田と宇佐美の同時起用って面白いですね。お互いなんか分かり合って、やっぱ考え方っていうか、サッカー感がやっぱこの2人は似てんのかな、本質的なところではね、えー、似てんのかこう山田、宇佐美でね、きっかけ作るみたいなところもあって、まあ、この試合ではガンバもね、PK の1点ですよね。ただやっぱり、ね 宇佐見の2試合連続ゴール、まあ、前回フリーキックで今回 PK なんで、まだガンバ流れ感、得点はありません。だガンバに関してはね、今シーズンまだ、ね、こう流れ、フリーキックと PK による2得点で勝ち点4を取っているんで、まあ、ガンバからしたらね、どうだろう、サポーターによっては不安なところもあるかもしれませんね、これね。まあ、流れから点が取れてね,ねえじゃねえかみたいなところもあるかもしれません。ただ、チャンスはしっかり作ることはできていますし、ゴール,ゴールの前は手前のところを運ぶ設計というのは十分できていたし、 である意味、まあえーねうん、流れ感の得点がなくて2試合で勝ち点4を取る、まあ、だから勝ち点4なんで、まあ、勝ち点上は首位,ですよ、ね、首位と同じですよね。と、えー、いうところなんで、まあ、逆にガンバ、ここから、ね、乗っていく可能性もあるでしょうし、まあ、ここから流れ感の得点が増えればもっといいのかもしれませんが、まあ、2試合で、ね、勝ち点4を今の J リーグで取ることができたのはまあいいところでしょうし、本、ま、当、あ、さっき言った、ね、悪いように考えれば、ね、流れ感の得点がないみたいなところもあるかもしれませんが。 逆に考えると、それでも勝ち点が取れたっていうのは、ガンバ、月と運があるのかな、まあうん僕はなんだかんだ言サッカーはえ運要素も結構重要にはなってくると思いますんでね。うん、いいんじゃないですかね、これね。まあ、逆にね、えー、PK とフリーキックからの失点で、ね、2試合勝ち点が0とかね、えー、1だけだったらがっくりくると思うので、これ逆に考えたら逆じゃなくてよかったの,ってのもありますよね。PK から、流れからの失点はないけど、PK から、えー、ね、PK による失点で負けて、ね、フリーキックでの失点 ドローみたい逆に考えるとね、いやー、それはそれ強いと思うんで、まあ、うん、運用素もあるかなっていうのは、やっぱりありますし、今どんな形であれば、勝てばね、気持ちがいいですし、乗っていくと思いますんでね、もうちょっと次の試合以降も期待ができるんじゃないか、あとは一森中谷、この2枚も良かったゴールキーパーと。 センターバックもよく、ね、新潟の選手数封じ込めて跳ね返してみたいなところで、まあよく本当、ね、えー、頑張ったんじゃないか、頑張ったってら上からですね、えー、ところがありますけどもね。で、新潟、えー、あんだけ開幕戦、僕の目の前でね、えー、突出をけちょんけちょんにした新潟さんにはなってきますが、でもやっぱゴール前、まガンボも新潟もやっぱそうですけどもね、ボール持ったその先しっかりこう侵入してくるところまでやっぱりうまいです。で、やっぱ新潟、しっかりこう枠に飛ばしてきますんでね、まあただ枠を意識しすぎるがあまり ちょっとコースが甘くなるみたいなところも、えー、あったかもしれませんけども、いや、しかしね、両者、なかなか質が高いサッカーを見ることができて、まあ、小島選手もね、いい製品がありましたんで、まあ、ちょっと新潟も今後また伸びてくる可能性は十分あるというところでしょうかね。で、こちら。えー、これは、そうか、えっ、ー、と、川崎ジュビルはもう振り返ったんでいいでしょう、別に動画上げてますんでいいでしょう。で カシマセレッソ11ドルというとこでした。まあ、硬かった、両者硬かったっていうのと、あと、セレッソの完成度の高さっていうのをちょっと、えー、感じたゲームにはなりました。今ちょっと手元のねメモを見ながら話そうとしているんです手元のメモがないな。あれどこ行ったあ、これか。あったあった。えー、そう、カシマセレッソですね。本当ね、セレッソに関しては完成度が非常に高い。あれ433昨年もやっていたけども、アンカーは田中俊太じゃなかったし、みたいなところで、まあ、 ね、4四3三3昨年もや、うん、一部一部じゃないか、何回かやったシステムになりますが、だ完成度が相当高いなというのは感じました。で結構、上里,里選手が内側に絞って、田中俊太選手のえアンカー脇を消すみたいなこともやっていて、これ多分プレシーズンマッチのグランパスと岐阜かな、名古屋グランパスと岐阜のゲームでもねえ、グランパスの内田選手がアンカー脇をねサポートするみたいなところはあったんで、まあ、このアンカー脇をサイドバックがフォローして、で えー、それをうまいこと使いながら前進するみたいなところはね、えーうん、セルスもできていたんで、そうか、これもだからグランパクスの時に、えー、話した方がよかったかな、と、えー、いうところですね。まあだからなんだろうな。 ええー、まあ、こういうサイドバックがうちに絞って、相手にこう影響を与えて、ね、チーム全体として、まあ、えー、反対サイドの選を使っていくとかっていうところ、まあ、設計図がしっかりしてる。相手がこう来れば、自分たちはこう立ち位すれば相手がこう来るから、そこを利用してね、ねそこからひっくり返していくことが前進していこうみたいな、えー、ところ。だから、ノボイ選手のポジションにやっぱこの選手、頭がいいなっていうのは、改めて感じました。で、ただ、やっぱりね、うん、セレッソからしたら、先制点取った後も、その前もそうですけども、まあやっぱり 2点、3点入っていてもおかしくなかった展開とは、えー、思います。で、えー なんだっけそうシュートが13本か、えー、シュート13本なんで、セレッソはシュートが13本なんだけども、正直13本の割にはやっぱりいい決定機作ってますよね。なんかこう、シュート13本がこうデタらめに打ったじゃないけど、ね、こうね、もうミドル、ミドル、ミドルじゃなくて、しっかりこうね、本当得点が決まるか決まらんかの紙一重とか、本当惜しいところ、まあそこからシュート打てば得点チャンスになるようにみたいな、そういう場面多く作ってるのはシュートシーンになるんで、13本なんだけども、まあ、少ないわけではない、そもそもね。 シュート13本なんだけれども、そのシュート打つ位置とか、そこまでシュートに至る過程のレベルが相当高いなちのは、ちょっと感じましたね。で 鹿島相当苦しみましたし、逆に考えると鹿島のね、関川選手、上田選手とかサイドバックの頑張りはあったにせよ、ちょっと危険なね、時間帯とか危険なね、シュートシーンを作らせてしまったのは、鹿島も問題かなというのは感じましたが、ただ後半数9万が入ってからは、やっぱりプレッシングのところもそうですし、で、やっぱ間で受けるとかね、やっぱこの選手1.5列目みたいなプレーをするのも、昨年から非常に上手いんで、そこでちょっとね、うん、いい感じでボール系で前進していくみたいな、プッシュアップしていくみたいなところも、 あったんで、やっぱスーキューマーの存在感、まあこれ、頭から出るようになれば、また、ね、変わるかもし、えー、れません、まス、あ、ーキューマーがだかが今後どういう風に使っていくかによって、カシ島のメンバー構成も。 変わっていくでしょう。で、名護選手のフリーキック良かったですね。質も高いし。で、えー、ね、セットプレイか上田選手のゴールもあったんで、まあ、やっぱ鹿島は鹿島らしいゴールで、あのね、結果かなというのがあります。まあ、なんだかんだで勝ち点持って帰るんだねみたいなところはちょっとね、感想としてあります。で、セレッソちょっとね、ルーカス選手が怪我だしとか、確かね、えー、いうのがちょっと不安になります。なんか次、ブエノが出るんじゃないかみたいなニュース記事も今日出てましたけども、まあ、ブエノがウィングで使えるかどうか、まあ、もともとインサイドハウフとか トップ下の選手でウィングもできるみたいなところらしいですけども、まあそこはちょっとどういうふうな使い方するかというところはね、ちょっと注目してみていこうと思いますけどもねえ。で、こちら。 いい、京都湘南ですね。これで今回最後から、京都湘南最後か。大、え、体、ー、いい時間的には15分ぐらいで終わらすのが一番いいんですけども、もう17分か、もう18分に。いや違う、これ違う、あ、これ違う、そうそう、違う、えー。実際もうちょっと短いか。えー、とこです。まあえー、ということ、まあ、京都湘南ですけども、2対1、えー、っと、湘南が勝利という結果なんだけど、僕が打ち間違ってますね、これね。えー、京都1対2の湘南ですね、これね。えー、それ逆でしたね。えー、とこですけども、うんやっぱ やっぱ鈴木亜人ですね、今シーズン来そうですね。シーズン開幕前に何回かダブル鈴木がいい、順のスケート、亜人が相当いいんじゃないかっていう話は何回、何かがシーズン開幕前多分、えー、話すと思うんですけども、いや、亜紀人さんいいですね。まぁ、あ、ちょっと前半決定機をね、外してしまったってのはね、ストライカーとして、うーん、やっぱどうなんだっていうところで、プロの厳しさってのもあったかもしれません。まあ緊張感含めたところかもしれませんけれどもね、ね、そこで僕が思ったことですね、結果としてね、結果としてその後、鈴木さん、ゴールが 決めるんで、まあ、よかったよかったっていう感じもねするんですけど、その試合見ていた中の僕がその時ねあくまでその時リアルタイムで、えー、感じたところで思ったのは、やっぱり若手選手はそんな多くはチャンスがないんですね、やっぱりね。これ外したら、もう次、チャンスがいつ来るかわからんっていう選手の中にある、まあ、え湘南のせあ選手事情というか、まあ、チーム事情によってきますけども、まあ、だからあれを外してね、ねその後、だからこの試合、ノーゴールでも次、チャンスがあったかもしれませんが、ただ若手 選手にとっってて一つ一つののチャンスっていうのを本当決めていいいいかかなななとうう次がないかもしれないみたいなこに、外国人監督はその辺、えー、厳しいんでね、まあえー、湘南は日本人監督なんで、その辺はね、まだ考え方違うかもしれませんが、本当、監督によってはね、もう、えー、あれでね、後半から交代みたいなところもあるかもしれませんが、ただ、あそこをね、最後、えー、ほ,ぼほぼ80何分のゴールまで、えー、杉彰と選手を引っ張って結果残したんで、これはだからまたね、成長してくるんじゃないかっていうところは、 感じましたか本当に若手選手とかね、まあ出番がない選手。鈴木アクはね、まあ開幕戦もね、出番ありましたけどもね。うん、若手選手とか普段出番がない選手にとって一つ一つのチャンスを決めないと、もうそれがね、サッカー人生左右するみたいな、まあちょっと大げさな話かもしれませんけどもね。えー、っていうところでしたけども、最後決めきる。まあやっぱストライカーらしいですね。そこにいればボールが転がっていくんじゃないか。僕はああいうゴールは好きなんです、ね、本当ね。まあやっぱストライカーらしい。まあここにいればボールが転がっていくんじゃないか。まああの、ユンカーとかね、 えー、その辺うまいですけどもね。っていうところで、もっとストライカーらしいゴールだったんじゃないかっていう2点目には、えー、なってきますけどもね。で、逆に京都からしたら、なかなか攻め手がなかったかな。まあ、田中聡じゃなかった。えー、そうか、田中聡が当たるね。田中聡選手の守備もね、湘南良かったっちゃかったし、そこで先制点も、えー、生まれてはいるんですし、で、まあ、京都は1点で終わっちゃいましたけども、でも豊川選手のゴールシーンもね、あそこ置きどころ、まあ、解説の方も言われてましたけどもね。い、え、い、ー、ボールの置きどころが良くて、そこから振りも早かったですね。シュートまでの判断。 も良かったんで、まあ、やっぱ豊川選手はレベルが違うなっちいうのを感じました。まあ、言うのであればもうちょっと右からのクロスでチャンスメイクできればいいのかなっていうところ、まあ、やっぱこのサッカー、原選手を左のウィングに置くっていうことは、これ、もちろん原選手の個人高い能力を活かして左ウィングに置いてるんじゃなくて、右サイドからのクロスボールに、えー、オーストが飛び込んでくるみたいな、えー、狙いもあると思うんですよね。で、まあ、それがハマればいいでしょうけど、そういうシーン、原選手がヘディングで合わせるとか、そういうシーンがもっと増えてね、全く ないわけではないんだけどね。っていうのが増えればね、京都は勝ち点を上げていくんじゃないか。まあ、そこを徹底してやることができるかどうかというとこでしょうかね。はい。ということで、今回以上です。以上、止めてね、リウサッカーチャンネルございました。よかったチャンネルます。